こんにちは。こんにちは。次の企画どうします？ウィーン親分、親分、生まれる生まれたそんなことはどうでもいいんですよ今企画会議中でして、はい、どんなことしようかなって考えてたんですけど、はい、なんかどうせなら今できる抜き打ち的な企画ないかなってちょっと僕今思いまして。抜き打ち？そう、例えばよくあるスマホの中身チェックとか考えてたんで、ちょっと今お互いちょっと誕生日付近で、はい、あんまりこういうのやっちゃうとね、そうだね、隠し演出を見抜いてしまうので、じゃあ抜き打ちカバーチェックだ。カバーチェック？カバーチェックだ。カバーチェック？私、あんま面白いのないの変なもの自分が声になってきた。名前入ってない。自分が声になってきた。いいよ、全然。うん、大丈夫。じゃあ、ジュリだけでいいか。え、なんでなんでまあ、ちょっと、じゃあ、カバン持ってこよう。うん、本当にやんのいや、嫌なんだ。もういい、全然別に。もうよろしくお願いしますはい、普段僕たちが使ってるカバン、これだね。うん、ちょっとしたお出かけ行くときとか、旅行行くときとか、ね、荷物置いときは絶対、はい、そうそう、僕これカメラバッグで、ジュリもこれ結構いっぱい入る感じですね、うん、ジュリから行く？おい、じゃあジュリのいいけど、どうしよう、なんかすごいの出てきたら、なんかすごいの出てきそう、ジュリなんか何が入ってると思うの？なんか、意味わかんない本とか入ってそう、宇宙人と会話するためにはみたいな本が入ってそう。あー心当たりあり？持ってるけど怖がってなんか UFO を呼ぶ変な金属の道具とか入ってそう。あ、まあ、それは自分も入ってそうだけど作ってそう自分でこう作って作る人と使う人一番やばいよね。いや、そういうじゃあジェリーのからチェックしていきます。いいよ、ちょっと恥ずかしいんだよね。どこから開ける、ね、じゃあメインから開けようか、うん、お、あ、これはあれかな。そう、カメラのこれがカメラ包むやつ。カメラ包むやつ、こんな感じだね。カメララップだね。カメララップ、これは鑑定ね、なんもないから本席はない、なんもないから。これちょっと鑑定回しといて、鑑定回しといて、いいから。私は猫の毛が、猫の毛がついていますが猫の毛こちらは合法ですね、セーフです。合法？はい、次水筒。水筒、待ってこれ一回液体検査、液体検査回すか。液体検査も、こいつこれ鑑定回しといて。まあ、じゃあ、ない、恥ずかしい。液体検査、薬物反応何？ないですね。ないですね。必須の天然水でございます。おにぎり。おにぎり。おにぎり出てきた。手作り、手作りのおにぎり。手作りなのこれ。手作りだよ。すごくない？手作りでした。手作りだよ。これ手作り可愛くない？手作り。手作り、手作り押しちゃったんだけどさ。これは、いつもね、カメラ入ってる。フィルムカメラね。そうそう、カメラ。おにぎりの具はカメラです。うん、何これ、あの日焼け止め、腕、アームウォーマー、はいはい、日焼けの。あ、袋とか多いかも。あ、自分も袋多いよ。ジャッキーの袋あると便利だよね。そう、これ財布か。うん、財布猫けついてる猫、大体猫の毛ついてるんだねこれはこれはあの、ゾフの、あー、メガネ、超高レンズ、サングラス兼メガネ、サングラス兼メガネ。お、イケア出てきた。イケア120円。これはかわいい、これピンバッジいっぱいだね。そうで、キリンのこれお揃いだね。これもお揃い、石垣の石垣の初めてのバイクが石垣島の電動バイクだった、うん、ウィン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 何この音なるのバイクと思ってバイクってこんなにめっちゃ可愛かったよねまた行ったら乗りたい、めっちゃ面白いです石垣島の電動バイク。あ、日焼け止め、日焼け止め、日焼け止め、あの、借りてたバッテリー。あー、カメラのバッテリーね、カメラのバッテリー。あ、すごいじゃん、これいいじゃんこれすごいじゃん、これ趣味丸出しだよこれいつも入れてる早煮番、星の早煮番、星座見るもの、ハンカチ、ハンカチ、袋多いね、袋ティッシュ、袋多いね。ジャッキー好きだからさ、そう、ジャッキーのもの多いね、ハンカチのジャッキー多い。あ、これあれか、イヤホンか。そうそう、イヤホン。最近ワイヤレスな、ワイヤレスな女だったからね。そう、ずっとね、優先貫いてたんだよ貫いてたんだけど、やっぱりね今断線するもんね。僕あの高校生の時、頑張って4万円のイヤホン買ったことがあって、全部のパーツが木製でできてるんで。えー、すごい。買って、こだわりじゃん。3ヶ月後ぐらいに断線したよ。えー、またなーどんぐりみたいな、めっちゃ可愛いイヤホン。えー、可愛い。どんぐりだったのかもしれない、あれ。どんぐりだったのどんぐりつけたのどんぐりつけたのはい、じゃあ続いて、はい、このリュックですね。これでも基本カメラバッグだから、うん、カメラ系が多いかな。うんうん、全然リュック使っちゃってるから、うん、まあ、こう、カメラ
あとレンズがここに入ってて、うんうん、問題はこっちか。今日でも別に普段本当にいつも通りのものしか入れてないよ。うん、なんかいつもさ、なんか面白いもの入れてるからさ、それが普通になりつつある。これ中身派手ですね。その柄ユーカリ、ユーカリの葉。あ、なんかめっちゃいっぱい入ってる。どうぞ。はい、これ。あ、これストラップだね。これストラップだね、カメラストラップ。カメラのストラップ。お財布。あ、そう、財布。これもジュリのブラック。これ何？一番上じゃったんだけど。これ何？やばい、びっくりした。超怖い。分かったよ、分かった。これが、怖いね。これが今持ち歩いてんの。これあの、毛針だね。毛針だね、最初虫かと思った。これはフライフィッシングっていう釣りで使う毛針、なんかルアー的なもので、これは結構、売ってるお店あったら買うんですけど、釣りルアーが近くにあるとこに行くときは持ち歩いてる。へえ、じゃあ今日行こうとする。そう、毛針って自分で作れるんだけど、うん、自分でこう糸間とか巻いて作れるんだけど、初めて作ったやつがこれね。これを作ろうと、これを作ろうと思ってのこれね。でもすごいよ、作ろうと思ったことがすごいよ。記念に取っといてる。これは面白いもの言ってんな。いや、乗った。あ、そう、これ僕グミ好きなんで、グミですね。あとシゲキックス、なんかもう子供みたい。子供が好きなの好きで、そんなお菓子食べないけどグミは食べる。ティッシュだね。あと袋。あ、そう、袋好き。これアンパンマンの袋だね。あ、本当だ。ジャモジの工場に行った時。そうそう、ジャモジ。ジャモジ工場。ジャモジって言わないで。これは、それフェルターかな。あ、そうか、フェルターのケース。これ何？あ、びっくりした。びっくりした。なんかペット出てきたと思った。何かと思った。これマイクのモフモフ。びっくりした。あ、これ。懐かしい。これハーモニカ。最近ね。最近ハーモニカまた吹きたくて。あ、そうなの？なんだ今。なんだ今。あ、出た。これいつも持ってる。めちゃくちゃ重いもん。めちゃ重い。あの、スマホよりでかい、スマホ用のモバイルバッテリー。待って、でも、めっちゃ充電できる、これ。一番気になるのがあって、これかわいい。あ、それいいよね。それでしょ。かわいい。キリンのノート。何書いてあるの？見ていいの？これは自分カメラの、カメラ系のこといっぱい書いてある。ちょっと撮影に関することとかいろいろ。うっす。うっす。これキリンの手触りが実感できるノート。面白い。もう僕ボロボロになっちゃった。使いすぎて。なんか、なんかケバケバになってる。あ、待って。本入ってるやん。あ、そう。これはね、もうちっちゃい頃から図鑑を持ち歩くタイプの。男の子だったんで。だからバッグいつも重いんだ。僕日本の生き物すごい好きで、ポケット図鑑とかちっちゃい図鑑が大好きで、すぐにこれは何々だ、これは何々だって分かった方がやっぱ人生幸せで、じゃあこれはどこにもどきだとか、何日々だ、日々が宝探しです。なんでネジ入ってんの？何のネジ？こぼれちゃったネジ。これ何？あ、これ隠しポケットがあって。あ、すごい。いつでも。これめっちゃ便利なんですよ。これがあの、タグの部分とこの部分を付け替えられる網。めっちゃ便利。これこれめっちゃ便利なんですよ。だいたい網ってカバン入んないんですよ。繋がってるんで。今まではこうリュックのここから飛び出てて、すごい電車とか恥ずかしかったから、これでこれこう取り外しできて、しかも付けてから伸ばせる。ほら、すごい。これいいでしょ。これでトカゲとかいた時に遠くの取れ方とかないとかも捕まえやすいし、世の少年たちを、これはおすすめだ。カバンに入るんだぜ。でも多分これ、ジュリ知らないんだけど、世の男性8割をこれみんなカバンに入ってると思います。えね、そうかな。ぜひ皆さんチェックしてみてください。彼氏さん、旦那さんのカバン絶対入ってます。これ入ってないだろ。そうなの。あとここがフィルターだね。あ、いっぱい出てきた。以上です。すごいところ満載のバッグだったよ。図鑑と虫取り網はみんな入ってるから。少年でも入ってない。女子はときめかないものを、女子はときめかないものを持ってる。これ見てドキドキしなかった？うん、図鑑だ、ワクワク欲しい。今日絶対帰り本屋さんやって帰るでしょ。あれ全然。ジュリはポーズとかにいっぱい入ってて散らばってない？めっちゃ散らばってる。恥ずかしくなってきちゃった。私でも荷物多い方だけどさ、みんな今こんぐらいちっちゃいポーチでさ、何、なんかお財布もキャッシュレスだから、こんなだよ、みんなこんな。どんぐりでも入れるのかみたいなね。どんぐり入れてんのわけにだけかな。ということでね。
お互い知らない一面が見れるかもしれないので、皆さんもぜひちょっと危険かも。いやでも抜き打ちとかやんない方がいいって。ちょっと危険かもしれないですけど、旦那さん、彼氏さん、彼女さん、奥さん、まあ、あのいない人は自分のカバンでも中見てみてください。新しい一面が見れるかもしれないです。でもわかんない、私だからこれはあの受け入れられるけど、なんかあんまりこう付き合いたてとかさそういう人にこれ見せたら惹かれるかもしれない。ポケットスカンってそんなに印象悪いもの？惹かれると思うよ。あの村上春樹、港かなえ、ポケットスカンってないだろ。全然並ばない、並ばない。そう、並ばない。え、並ばない、並ばない。ポケット図鑑が全ての本の頂点じゃないの？あれおかしいな、大好きなんだけど。ポケット図鑑欲しいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。欲しいと思ってない方もお願いします。大丈夫かこれ。大丈夫か、大丈夫。え、バイバイ。バイバイ。ポケット図鑑持ってる人コメントお願いします。持ってる人いるかな。